長い方のアベハギリできるかな。皆さんこんにちは。今回のテーマはドライバーはなぜ曲がるのかについて話したいと思います。ドライバーはですね、もう皆さん曲がってしまうっていうのがあると思うんですけども、それは正解です。私はドライバーは曲がるもんだと思っています。なぜならドライバーが一番距離が出ますし、ボールは放射線上に飛べば飛ぶほど飛んでいくので曲がるリスクはあると思います。そうなんですけれども、やはりコースに出るとそれをうまく活用していかなければいけないということで、今回はそれの役に立てることを言えたらいいなと思います。ドライバーで私がアマチュアの方を見ててよく思うことは、少し振りすぎかなというのを多く見ることがあります。アマチュアの方がそのドライバーを振っている時に、まあ確かに振るっていうことは大事なんですけれども、まあ、ミート率という言葉が出てきて、それがすごい芯に当てるっていうことになってくるんですけど、それが私の中ではすごいキーポイントかなってなってきて、それをうまくやるには振りすぎてしまうとなかなか芯に捉えられることができないので、そこを重点的に意識してやってほしいなってところで、フィニッシュでよく最後まで立ってられないアマチュアの方が多くいらっしゃると思うんですけども、そこは完全な私は振りすぎかなっていうふうに思います。まずプロの方でフィニッシュ立ってられない方ってそういないと思うんですね。それはやはり下半身がしっかりしているとか安定性があるっていうのにもなってくるのかもしれないんですけど、やはり立っていられるスピードで打つっていうのがすごい大事で、私がそこで下半身をしっかり立つっていうには2つポイントがあると思っていて、1つ目はどこの角度から押されても、倒れないスタンスっていうのがすごい大事になってきて、2つ目は、フィニッシュの時にしっかり立ってられるっていうことが大事かなと思います。まあ、その2個目のは1つ目のがすごい重要になってくるとは思うんですけど、まず私はスタンスで、ジャンプして着地してしっかりどっしり立てたポジションがすごいいいかなって思います。ジャンプして着地したポジションっていうのは一番しっかり体重を支えられてると思うので、どこから押されても倒れづらいポジションになってるかなって思います。2個目のフィニッシュでしっかり立つということは、振って最後の左足がすごいキーポイントになって、左足の足の裏全体で力を支える、よく言われるのが9対1、もう左足全体、足の裏、かかとだけ、つま先だけとかではなく、左足全体でフィニッシュを立つってことが私はすごい大事になるかなと思います。では実際に2つのところを注意して打ってみたいと思います。まず最初に、ジャンプして着地した、どっしりとした、どこから押されても、ぶれないスタンスから左足全体で立つフィニッシュが大切だと思います。ドライバーは曲がるものだと思うので、ぜひこの2つのことを注意して頑張ってみてください。